ベルヘン、オプゾームは、オランダ南部に位置する都市、ないし、それを含むヘメンテである。1649年の市街。左側と右上が、小宅地で、スヘルデ側から引かれた運河と固い防備が確認できる都市圏の取得は1266年のこととされる。1287年に、周辺地域もロトモブレだから分立して、両区となり、 1559年に辺境白梁に昇格した。1795年までいくつかの家系が世襲で収めたが17世紀には肩書きだけの存在となった。近世初期にネーデルラント連邦共和国屈指の城塞として主要な仏器庫が置かれた。商宅地と反乱しやすいポルダーに囲まれていたため、もともと天然要塞としての性格を有していた。 包囲軍に港を封鎖されない限り、海からの救援や補給も期待できた。このような知性ゆえ、80年戦争では、オランダ反乱軍の拠点という戦略的要衝となった。1587年のアレッサンドロ・ファルネーゼによる第一次及び1622年のアンブロジオ・スピノラによる第二次包囲はいずれも失敗に終わった。以後、この戦争で、 町が包囲されることはなかった。オーストリア継承戦争下の1747年には、フランス軍に三度包囲された。先立つ七世紀初頭の面のフォンクーホルンによる防備強化では周囲に三つの砦が築かれ、外堀にはスヘルデ川から運河が引かれた。しかし防衛の第二線を張らなかったことと要塞の不備が災ざいして、七日間の包囲の末に町は降伏。 市外は殲滅され、弊社では、虐殺が起こった。市内最古の史跡である、ヘファンヘンポールとフローテ広場ヘルトルディス協会15世紀から16世紀のマルキーゼンホフホールは、文化センターと博物館になっており、企画展も開かれる。主な雇用主は、ザビッツ、イノベーティブプラスチックスとフィリップ・モリスの2社で、いずれも市内に大規模工場を置いている。オランダ鉄道のベルヘン、 オプゾーム駅がある。古来、この地には多くの文化人が今日構えてきた。以下に挙げる人物はその一例である。ありがとうございます。